安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さんお久しぶりです。安田雅史です。皆さんこんばんは、的場浩司です。そして今回はなんと新人女優さんが見学にいらしています。はい、自己紹介お願いいたします。皆さんはじめまして、プラスボックス新人女優の有本ひとみです。よろしくお願いします。あの素朴な疑問なんですけど、有本ひとみさんは、今日見学って聞いていらっしゃったはずなんですけど、今日スタジオにいるってことは今日ゲストってことでよろしいんでしょうか？今回はあくまでも見学、はい、あくまでも見学、まあ、なんか聞くところによると、はい、もう本当に見学しに来たらこの番組プロデューサーさんにもうスタジオに入りなさいって感じでなんかそうですよね。そうなんですよ。なんかわけがわからないまま今ここにいるって感じなんですけど、とにかく緊張だけしてます。なるほど。事務所にはいつ入ったの？おとといです。おととい。ということで、またきちんと、まあ、有本ひとみさんへのゲスト出演は、はい、まあ、お願いするということで、はい、まあ、今回はしっかりスタジオでね、この場で見学だけって言いたいんだけど、はい、まあ、台本に書いてあるからそのまま読むね。はい、でも、まあ、せっかくなんで一応有本ひとみさん簡単に自己紹介だけお願いします。いや安田さん、それはね、かなりスパルタだと思います。いやでもこう台本に書いてあるんだもん。いいんですか、そんなの。いやでも有本ひとみさん、じゃあよろしくお願いします。いや公式もだよ。だって台本に書いてあるし。いや、まあ、そうだけど、まあじゃあね、仕切り直しで、ね、お願いします。ひとみさんよろしくお願いします。はい、プラスボックス新人女優の有本ひとみです。大阪市出身です。これからいろんな作品を通して少しでもメッセージを伝えられる女優さんにを目指していきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあそれではね、最後までしっかり見学していってください。え、最後までですか？で、台本には書いてあるんですよ。はい。あ、大丈夫だと思います。まあ、台本通りに行けば、はい、まあ、そう、ひとみさんは何も問題はないと思うんです。そうです、楽しんでね、はい、ね、ゴーシュ君行ってみて、楽しいと思います。大丈夫です。初めてのね、俺たちも言うてここ2人だけだったからね。コウシ君はね、はい、あるんだよね。ちょっと、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで、まあ、それではいつものオープニングトークに戻させていただきまして、はい、まあ、この番組 は、若手俳優の僕、安田雅史と新人俳優、私、的場浩司の2人で進めてまいります。さて、この番組タイトルセカンドベースですが、まあ、これは僕が野球部出身だからというわけではなく、まあ、2人とも俳優として次、まあ、セカンドの土台ベースになるようにという思いで番組プロデューサーさんにつけていただきました。はい、そして、この番組セカンドベースは、再編集映像配信版として放送後約1週間程度で、YouTube にアップしていただきますので、ラジオセカンドベースで検索いただきますよう合わせてお願いしておきます。それではまずは僕、安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。まあ、高校までは野球漬けの生活でしたが、まず現在は役者として活動しており、まあ、エキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、いつかは、まあ、幼い頃からずっと頑張ってきた、まあ、野球に関わる作品に出演するという、まあ、夢を持って頑張っております。そしてですね、今年9月にブルガリアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャー2019にて、上映が決定した映画22世紀グーワという作品に、私安田雅史出演させていただいております。ですね、このこれはですね、現在その予告編が YouTube で公開中ですので、はい、まあ、ぜひ皆さん、ご覧いただけたら嬉しいです。はい、新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の今現在21歳で、現在昭和音楽大学ミュージカル科に在学しております。現在は、少しずつエキストラやスタンドインなどに参加させていただきながら、ワークショップなどで、演技の勉強をしております。親からいただいた高い身長に負けないぐらいの高い目標を持って、一日も早くスタッフさん、監督さん、そしてこの番組を聞きのリスナーの方々にも、的場浩司の存在や名前を覚えていただけるように頑張っていこうと思っております。それでは最初のコーナーはMJ15 のコーナー。このコーナーはもともと
マー君ジャスト50の一人旅というコーナータイトルでしたが、まあ、バージョンアップしていただきました。具体的には、まあはい、プチ一人旅が好きな僕安田雅史が、まあ、毎月山手線の、田端駅からスタートして、はい、指定する目的駅と、まあ、その駅数が必ず往復ジャスト50にして、うん、まあ、田端まで帰ってくるというものです。はい、まあ、ちなみにですが、ちょうど50駅にするため、行きと帰りのルートは、意図的に変えてるようにはしております。はい、まあ、今回、向かった場所なんですが、はい、福島県の猪苗代駅です。まあ、今回なぜこの猪苗代駅に向かったのかと言いますと、はい、ですね、猪苗代はもともと僕が中学校の時にですね、はい、まあ、校外学習で、はい、まあ、訪れたことのある、まあ、思い入れのある地なんですね。でもともと思い出の地だったんですが、はい、で今回じゃあ今回のこのコーナーでどこ行こうかなと思って、はい、ただもともとその猪苗代駅に行こうというコンセプトじゃなくて、あ、違かったんですね。そうそうそう、はい、で今回は、うん、はい、そのちょっとお隣の、うん、まあ、同じ福島県の会津、はい、若松、会津若松、はい、に行きたくて、はい、でまあ、なんでかっていうと、まあ、僕意外とっていうか分かんないけど、はい、あのお城が見るのが好きで、でその会津若松城に、はい、行ったことないから、はい、あ、行ってみたいなと思って、はい、そのルートを検索してみたら、この今回、目的にしちゃった、猪苗代、駅のがルートに出てきて、お、懐かしいと思って確かに中学校の時のことを思い出してしまって、ね、あ、これはなんか久々に見に行きたいなと思って、はい、今回この、会津若松から、はい、猪苗代駅という感じで、はい、目的駅を変えててしまいました、はい、しまいましたって言い方おかしいな、ね、したんですね、はいはい、で今回ですね、この猪苗代駅の、まあ、紹介を少ししますと、はい、まあ、開業は1899年、明治32年ですねの7月15日 で、はい、で当時はですね、もともと岩越鉄道と言われる、鉄道の駅だったんですね、はい、でそこから、1906年、明治39年ですね、はい、まあ、岩越鉄道が、まあ、国有化のため、まあ、国鉄の駅になりました、はい、そして、1987年、結構飛びますけど昭和62年ですね、はい、に、まあ、国鉄分割民営化により、はい、まあ、現在の JR 東日本の駅となりました。まあ、現在は、磐越西線の所属駅であり、2017年の、まあ、平成30年の1日乗車人員は、まあ、600人だそうです。まあ、今回この猪苗代駅の行き方のルートに、はい、移りたいと思いますが、お願いします。行きは京浜東北線に乗りまして、はい、田端駅から、大宮駅まで行きます。ここで13駅です、はい、そしてそこから、ですね、東北新幹線に、はい、やまびこに乗り換えまして、はい、大宮駅から郡山駅、はい、ここで2駅ですね。そこから、郡山駅で、先ほどお伝えした磐越西線ですね、はい、に乗り換えまして、郡山駅から今回目的駅の猪苗代駅、ここで9駅で、行きは合計24駅ということで、まあ、ちょっと足りなかったねっていう感じなん で、うん、で帰りはどういう感じで工夫したかと言いますと、はい、帰りは、まあ、行きと同じなんですが、初めは、はい、磐越西線に乗りまして、はい、猪苗代駅から郡山駅まで、ここまで同じく9駅、はい、そして、同じく、東北新幹線やまびこに乗りまして、はい、郡山駅から大宮駅まで行きます。ここも同じですね、はい、2駅です。でここからちょっと変わるんですが、埼京線に乗り換えまして、はい、大宮駅から赤羽駅まで行きます、はい、ここで11駅お、そして、京浜東北線に乗り換えまして赤羽駅から田端駅で4駅で帰ってくるというルートで、今回帰りは合計しますと26駅で、26駅です。で今回のコーナーの、ね、目標より往復ジャスト50ということで帰ってきました。はい、はい、ということで今回ですね、猪苗代駅に行ってきた感想なんですが、はい、まあ、猪苗代駅はレトロな雰囲気の駅舎だったんですね。その駅名のやつも看板もなんかその手書き風な感じで、はい、ですごい、あ、昔からの駅なんだなって、すごい歴史を感じるみたいな感じのやつ、あの駅で、で
なんですが、駅前に、観光案内所があり、うん、あ、これ来た人すごい便利だなって思いまして、うん、ちゃんとパンフレットとかもあったりして、あ、すごいいいなと思って、はい、でちょっと歩くと、猪苗代湖と言われる大きめの、泉があるんですけど、まあ、僕、冒頭にもお話ししましたけれども、はい、まあ、中学校の頃ここに来てるので、はい、あ、確かにこんな感じだったなと思いながら歩きましたね。思い出した感じですね、はい、ただあれなんですよね、あの中学の時は土砂降りで寒かった思い出しかなかったんですよ。湖で土砂降り。そう、湖で。で今回も今回行くんだれば晴れがいいなと思って行ったら、すっごいどんよりしてて、まあ、雨が降ってなかったからまだいいかみたいな感じで。それ晴れだったらなんか見えるとかある？何も見えないんですよ。何もそうだね。でも晴れだったら湖からのその景色がやっぱり爽快だったんだけど、今回ちょっとどんよりしたからちょっと肌寒かったかもしれないかな。この時期は。そう、この時期はね。で、他にもですね、はい、まあ、バスで10分くらいのところに、まあ、現在千円札で描かれる野口英世さんの記念館がありますね、はい、まあ、英世さんですか、野口英世さんで、はいはい、の記念館があり、まあ、ただ、まあ、これリサーチしたところですと、はい、2015年にリニューアルして、まあ、中学校の時に行ってきた時とは、まあ、ちょっと面影があれちょっと変わってたなって、そこはちょっと残念だったかなって。中学校の時も行ってて、はい、今回も行った、そうですね、改めて、まあ、でも大体の、まあ、同じだったので展示物がちょっと違ってて、それはそれで、そう、楽しめてよかったなっていう、ね、そうですね、面白いですね。ということで、はい、猪苗代は行ったこと、あ、僕あの福島には行ったことがあるんですけど、同じように中学校のでも猪苗代には行ったことがないので、今のその湖とか結構いいよ、行ってみたいなと。その観光案内所があるってことは結構いいところだなと思って行かせていただきたいなと思います。お、なるほどね、はい。ひとみさんは、あの、はい、僕中学校で猪苗代行ったんですけど、ひとみさんは大阪出身だから、はい、そういう中学校のそういう校外合宿とかはどこら辺行ってたの？そうです、もう関西圏が結構多いですかね、やっぱり、はい、ね、東北は行ったことがなくて。あ、じゃあぜひ、はい、東北を。そうですね、じゃあこのコーナーをね、毎週じゃないけどね、毎週やってる、毎月か毎月このコーナーやってるから。そうですね、聞いてもらって、はい、あ、安田さん こんなとこ行ったんだなって思ってくる。じゃあ今度からちょっと東北ちょっと中心に行ってみよう。山形なんで、山形も来てください。山形ね、無理かな、難しいかな。いやー、どうなんだろうね。ちょっとやってみてください。わかりました、わかりました。じゃあ頑張ってみます、その山形ね。はい、お願いします。ぜひ機会があったら、はい、ということで以上、今月の MJ15 のコーナーでした。今月のプレイリポート、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と後場講師でお送りしております。さて続いてのコーナーは、現在大学でミュージカル科に在籍中の講師くんが見てきた舞台についていろいろリポートしてくれるコーナー、はい、題して今月のプレイリポートのコーナーです、はい、では早速ですが講師くん、お願いいたします。はい、かしこまりました。今回は、先月、6月5日に、東京は赤坂にあります赤坂アクトシアターで上映されていた海辺のカフカを感激してまいりました。こちらの舞台、海辺のカフカはですね、原作が、村上春樹さんで、2012年に蜷川幸雄さん演出で初演された作品になっております。また、2015年には、ロンドン、ニューヨークなど、5都市を巡る世界ツアーも行われており、さらに今年日仏友好160年を、記念した祭典ジャポニズム2018を締めくくる、演目としてパリの国立コリーヌ劇場でも上演されました。そして今回約5年ぶりに開催された東京での凱旋公演を今回拝見させていただきました。簡単にあらすじの方を説明させていただきたいと思います。はい、主人公は15歳の僕、田村カフカ。彼が世界で最もタフな15歳になると誓って、父親と2人で暮らす東京の家を出て四国高松へ向かいます。カフカは目的の場所がありました。旧家の邸宅を改装した高村記念図書館です。そこで司書を務める、当主の親戚にあたる佐伯との巡り合い、カフカは父親にかけられた呪いに、向き合うことになります。一方、中野に住む中田さんは猫と会話ができる不思議な老人です。
その中田さんの前にジョニー・ウォーカーと名乗る男が現れました。男はある取引を中田さんに持ちかけます。中田さんもまた四国へ向かうことになり、その道中に出会うトラック運転手の星野は高松まで中田さんを乗せていくことにしました。そしてカフカは海辺のカフカという歌にまつわる佐伯の過去を知り、重なるはずのない時間、出会うはずのない人々はいつしか一つの点に結び合っていくというお話です。はい、ではここで講師が選ぶ見どころベスト3、はい、一般の方と変わらないかもしれないんですが、今回もベスト3選ばさせていただきました。はい、まず第3位は印象に残った舞台装置演出になります。この舞台はですね、巨大な透明なアクリルケースの中で物語が展開していきます。つまりケースの中に森があったり車があったり自動販売機があったり俳優がいたりします。そして、場面が変わるごとにそのケースごとケースがこう滑らかに上下左右にこう動きまして、その次の場面のケースつまり次の場面に移り変わっていくという物語がという流れ演出になっております。またそのある場面ではその出演者の方がケースを抜け出して別のケースへ移動するという演出もあります。こちら の, 演出をされました、今は亡くなられてしまいましたが、その蜷川幸雄さんは生前インタビューの中で脚本の背後にある夢や迷宮のような世界を目に見えるものにしたいとおっしゃっておられて、舞台上でそのなされる演出全てがそれらの形のないものを表していたかと思うと、あーそういうことだったのかとちょっと思わず感動、納得いたしました。そして、第2位は木場克美さんの演技です。木場克美さんは、こちらの作品で中田さんという役を演じて いらっしゃったんですけれども、こちらの中田さんを、簡単に説明いたしますと、幼い頃にある事件をきっかけに読み書きや話すことができなくなった、ままならなくなってしまったちょっと知的障害を持っている、老人なんですけれども、じゃあこの老人の役ってすごい僕は見てちょっとすごい難しい役だなと感じてしたのですけれども、実はこの木場克美さんは、この初演2012年の初演からこの役を演じられていらっしゃることを知って、ちょっと改めて感動いたしました。ちょっとまだまだちょっと演技はもとより言葉でもうまく表現できないのはちょっと申し訳ないんですけれども、板の上に完全に確実に中田さんがいらっしゃいました。言い換えると、中田さんはこう劇中でしたり小説そして実際に心を動かされた、観客までも、そして出会った人の人生を変える力があったのかもしれないと見て思いました。そして、流行る第1位は膨大な原作をまとめ上げる演出のクオリティです。小説の場合ですと、その世界観やディティール細部については、例えば分量を割いて表現しておりますが、それをもとにこう舞台で表現する際、その世界観をベースに演出家の方はセリフとか動き美術装置衣装メイク照明また音楽などでその世界観を再現します。そしてその舞台化制約という舞台の中のちょっと決まりの中の一つに上映時間というものがあります。ちなみに今回のこの上映時間、今回の海辺のカフカの舞台の上映時間は約3時間程度なんですけれども、原作は上下巻合わせて約1000ページ以上、つまりその世界観を逸脱せずにセリフを中心としたドラマ剣を約この3時間弱にまとめられている、その作業のクオリティの高さに改めて圧倒されてしまいました。残念ながらお亡くなりになってしまいましたが、その演出家の蜷川幸雄さんの演出力の高い評価を再認識させていただきました。以上が講師が選ぶ見どころベスト3です。本作品はすでに千秋楽を迎えてしまったのですが、村上春樹さんの小説神の子供たちは皆踊るを原作とした舞台が読売大手町ホールで、古川雄輝さん、松井玲奈さん、そして今回海辺のカフカにも出演されておりました木場克美さんたちの出演で約今月の終わりに上演されるそうです。ぜひそちらもチェックしてみてください。以上、今月のプレイリポートのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送
タジオ内で見学された有本ひとみさん、はい、いかがでしたか？はい、そうですね、もうすごく緊張してしまって全然もう喋れなかったですし、なんか声をリスナーの方にこう届けるっていうのが初めてのことなので、もうなんか自分の声がどうやって聞かれてるんだろうとかいう、すごいそういうの思っちゃいます。あ、確かに、まあ、僕も、初めてラジオやった時は、はい、初めてそののラジオはゲストで、ミクさんの番組、事務所の先輩が僕たちより上のミクさんの、ラジオ番組に出演させていただいたんですけど、はい、まあ、ミクさんに本当におんぶで抱っこみたいな感じで、そうですね、全然喋れなくて俺も、僕の場合は僕ちょうど先輩といっても3ヶ月ぐらいなので別に同期としましょう。その3ヶ月前に僕も初めて ラジオに出演させていただいたんですけども、はい、その時も記憶がないですもん。そうでしょ。本当です。自分インタビューはって自分すごいインタビューにこう質問を用意していただいてそれに答えるっていう立場だったのに、そうだね、全然覚えてないんだ。でも次ゲストなので、はい、そうだね、ゲストなので今回まだね、まだ今回は見学だから、はい、まだ軽いね、その肩の力が入ってると思うけど、はい、次ゲストってなったら多分ね、はい、すごい緊張すると思う。いやー、もうこれ以上緊張しちゃう感じですか。安田先輩がいらっしゃいますから。いやいやいや、はい、分かんない分かんない。安田先輩がすべてフォローしてください。でもコシ君さ、一応言っても3ヶ月は先輩っていうわけじゃん。そうですね。どういう心境なの？いや、全然同期です。ああ、同期。同期と考えたい。考えたい。むしろ下にならないように考えたい。ああ、なるほどね。そういうことね。そう、うん。でも3ヶ月って本当に、うん、少ないじゃん。ビビたるものだと思う。いやでもね。90日もありますよ。そうね、90日もあるからね。90日もあるんですか。収録何回やってんの今回も。でもラジオ。何回ですか。6回も言ってる。まあまあまあ。でもね、それをね、聞いたらね、まだ1回だからね。いや、今初なんで。ひとみさんは最初はわかんない、最初が。でも与沢さんと僕だって1年ぐらいだったんだよね。まあ、まあ、だからそこはもう先輩ですけど3ヶ月は先輩だもん。3ヶ月もね、先輩ですよ。何このぐだぐだ。お互い先輩だ、同期だっていうこれからずっと続きますね。そうだね、はい、まあまあまあ、じゃあ、ね、頑張ってください2人で。そうですね、はい、はい、ということで、はい、じゃあ皆さんのお便りお願い、皆さんのね、お便りの方をお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、それではセカンドベース、次回も同じお時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。